乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終点、幕末の歴史と郷土文化が今も生きる城下町、会津若松に到着いたします。本日会津若松駅では会津若松市の皆様によるお土産のお渡しを行います。お客様同士の密集を避けながらおもてなしをお楽しみください。会津若松市のシンボルである鶴ヶ城は国内唯一の赤瓦の天守閣で、幕末当時の美しいお城を見ることができます。また福島県屈指の観光地でもある会津若松市は、昔懐かしい土蔵造りの蔵や大正ロマンの面影を残す街並みが広がり、見どころは満載です。会津若松の伝統、文化、工芸に触れてみてはいかがでしょうか。会津若松駅からのご移動、観光は街中周遊バス赤べえとハイカラさんをご利用いただくと便利です。詳しくは会津若松駅係員、または観光案内所にお尋ねください。この列車は2番線に到着いたします。お出口は右側です。この列車はお客様が降りられますと、帰りの準備のためにすぐに移動を開始いたします。お忘れ物をなさいませんようご支度をしてお待ちください。お乗り換えのご案内をいたします。磐越西線、会津若松よりも先まで参ります。快速会津4号郡山行きは14時13分1番線です。その後各駅に停まります。普通列車の郡山行きは15時5分1番線です。会津鉄道線、快速リレー140号会津田島行きは13時50分5番線です。本日は SL クリスマストレインをご利用くださいましてありがとうございました。 SL クリスマストレインによる磐越西線の旅はいかがでしたでしょうか。皆様の良い思い出にしていただけましたら幸いでございます。皆様に一足早いクリスマスムードをお届けして SLC57-180号もこれまた一足早い2020年の仕事納めを迎えます。皆様のまた来年のご乗車をスタッフ一同心よりお待ちしております。来年と言わず帰りのクリスマストレインも乗るぞというお客様ももちろんお待ちしております。この先もどうぞ寒さにお気をつけてお進みください。それでは皆様、いってらっしゃいませ。